久保さん。世の中金ですね。金ですよ。金ですよ。金以外逆にあるんですかなんかね、あのー、前澤社長が、なんでみんな金配んないんですかみんな金こ、ま、金に困ってるんだから金配ればいいじゃないですかみたいな。なんか金儲けが悪いことですかみたいな。村上ファンドの上を行ったなみたいな。 村上ファンドは金儲け何が悪いんですかみたいな。で、前澤社長は金配りの何が悪いんですかみたいなね。<laughs> なんでみんな金配んないんすかみんな困ってんじゃないですか金に。みたいな。<laughs> 上ですよね。村上ファンドの上が来たなっていう。<laughs> 僕はね、ちょっとカルチャー、衝撃を受けましたけどね。なんでみんな金配んないんですかっていう。だから僕も、あの、こ去年の、 あの、クリスマス企画、お金を配りました。一人ですけど、優勝者に。だ今年もやります。頑張って。お金配ってきます。<laughs> うんう。まあ、お金に困ってますからね。まあ、みんなお金に困ってないんだったらいいんですけどね。うん。コンビニに行って、俺はただ。電車に乗っても、俺はただ。タクシーに乗っても、俺はただ。飛行機、俺ただ。 すごいですね。<laughs> めちゃめちゃ、なんか、あれじゃないですか。国家大臣ですか天皇すかすごいですね。<laughs> いや、ほんとね、何にしても金がかかるんでしゃーないですよね。金がすべてというか、すべてのものに金がかかるんだ、ね、ほとんど。だけど、なんか金がすべてっていうと、なんか、なんか、なんかなんでしょうね。 でも、実際のところ、いろんなことやることに対して、料金ついてるじゃないですか。値札ついてるじゃないですか。仕方ないですよね。うん。まあそれはアーダーコー言っても、って話で。で、あとは、その、じゃあその金の問題を解決する上でね、どれぐらいやったんですかと。あのね、あの、もちろん、やらなくても結果出て問題解決できてればいいんですよ。 別に、手段は何やってもいいんですよ。別にその問題を解決できるんだったら。まあ、ただしね、その、銀行口頭とかね。なんかあの、ニュースでやってましたけど、銀行口頭やって1000万よこせつって、ね、つ捕まった人いるらしいんですけど、まあ、それは捕まりますよね。捕まらないことであるならばいいと思うんですよ。ね。<laughs> ね。それでやればいいと思いますし、で、その、簡単にできないんだったら、 簡単にでできるるうまでやるしかない、うん、僕と久保さんは動画のや,やりとり簡単です。でも一般の人は無理です、これ。持ちますね。僕と久保さんのこのやりとり、二人とも簡単です。超簡単にできます。でも多くの人は簡単にできないし、簡単にできないから継続もできないし、僕と久保さんは鼻くそレベルでも簡単です。 だから簡単に稼げるようになるまでやればいいじゃないですか。簡単に結果が出るようになるまでやればいいじゃないですか。で、そのやる量に関しては人それぞれちゃうよと。でも、圧倒的にぶち抜いてやれば、ほとんどのものが簡単になるよという話ですね。多分、久保さんが一番最初動画をね、コメントを書くから動画を撮り始めた時って、ちょっとね、今とは違うと思います。間違いなく。緊張もしたし、うん、ドキドキもしたし、 今とはね、うん、全然違うと思いますよ初めて動画を撮るとき、うん、んか久保さんのウォーターサーバーの動画超片言ですからね <laughs> 今とは今とは全然違いますからねまあ頑張って喋ってるなウォーターサーバー頑張って紹介してたなみたいな <laughs> 今みたいにナチュラルで話せないですよ、うんうはい、なん結果が全てなんだけど結果を出すためには 簡単に結果を出せるようにならないといけない。じゃあ簡単になれるまでにどれぐらいやらないといけないのかって話ですね。それは人それぞれ変わるよと。まああとは手段の取り方によっても変わるだろうし。うん、はい。いってらっしゃい。